眠そう。それな、なんかいきなりめっちゃ眠くなってきてびっくりした。どうしよう、7時10分までの間に寝ちゃってたら。新潟の長岡花火は人生で一回は見るべき花火大会と思ってる。そんなになんですか。なんか花火大会あんまり詳しくなくて、淀川ぐらいしか知らないんですけど。いいですか、やっぱ花火大会。え、夏祭りに行きたいんですよね、花火大会じゃなくて。花火大会も行きたいんですけど、どちらかというと夏祭りだけ見たいですね。寝ていいよ。ダメだよ、寝落ちはね、ダメですから。皆さんも起きれてますからね。私も起きますよ。早起き、早すぎるけどルミナリエ行きたい。もうそれはマジで早すぎる。冬やん、冬やん、冬やん。あ、でもわかる。で、早く冬になってほしい。うまい。寝落ちはバンされるから。あ、そうなんですか、バンされるんや。4時半起きなんでとっくに起きてるよ。ありがとうございます。はい、おはようございます。夏祭りの屋台を成田みたい。夏祭りの屋台は焼きそばとそれ箸巻きも好き。あとね、みかん氷とか。あとなんかあるかな。ベビーカステラとかはあんまり食べたことないんですよね。夏祭りのベビーカステラってめっちゃ並んでるじゃないですか。そうだからあんまり行ったことはないですね。あとは何があるやろ。あとはね、行ったことない気もするな。はや、もう夏無理、生きていけん。それな、マジで夏無理。え、言うて冬も凍えてしまうんですけど、夏よりかは冬の方が好きですね。全然、冬服も好きやし、なんならそう。冬服の方が好きです。今年は港神戸花火大会がないから、淀川花火は去年以上に見込みそう。港神戸の花火大会ないんですね。港神戸ってどこにあるか知らんけど。雲助さん、ハートありがとうございます。おはよう、おはようございます。おはよう、おはようございます。おはよう。あくび止まらんやん。それはほんまにやばい。自分が思ってる以上に今眠たいんかもしれへん。大阪の BL 花火のラストは周りが昼になるぐらい花火が上がる。すごすぎて小さい子の泣き声がちらほら。子はね、何も分からず来てますから。ベビーカステラ食べちゃわんってコメントしようと思ったのに。そう、ベビーカステラはね、何回で不正事になってほしいなって思いません？なんか送ってから不正事になるって分かんなくないですか、そんなのって思います。ちょっと夏はやったけど、今年暑い、限界すぎて冬派になりそう。冬派になりましょう。マジで今年暑いですよね。いつも暑いけど、なんか毎年毎年、なんか今年は去年にも増して、なんか暑くなるでしょうみたいな。え、ほんまにやばくない？ガチであくび止まない。やばいやばい。ゆうえさん、ソフトクリームありがとうございます。仕事行ってくる。ありがとうね、ありがとう。行ってらっしゃい。だるーって感じで無理。
ああ、わかる。わかる。はい、おはよう。夏は自分で温度調節できないのね。冬は着込めばいいんだけど、そうなんですよ。冬は着込めば着込むほど寒さが自分で調節できるんですけど、夏はマジで裸になっても暑かったら暑いじゃないですか。それですよね。栄養ちゃんのあくびがワイにも映りました。ごめんなさい。ほんとそれな、めっちゃわかる。それな、ショールームは欲しいなるの多すぎるんよな。そうなんですよね。なんかほんまにわからへんくない？普通にどれが欲しいなるとかさ。おこですか、おこですか、なんでおこですか。おはよう、おはようございます。ビビビさん、かわいい、ありがとうございます。送信する前に伏せ字になるところ色変えてほしい。そう、そうなんだよね。なんでみたいなとこあるよね。2週間も連続で35度以上、異常よね。マジでそう、マジで異常、ほんまにやばい。頑張って、僕も今見ながら寝落ちしてた。私もさっきから寝落ちしそう。はい、おはようございます。しょうまのけんさん、かわいい、ありがとうございます。これ星にするのは逆に運営意識しすぎやろって。それな、なんかちょっと自意識過剰やでみたいなとこありますよね。ショールームたまに伏せ字になるやつ。はい、おはようございます。星になることで嫌な気分になることが多いね。うん、わかる。私ね、もうね、読めないとね、やっぱね、うんってなるから、読みたいからさ、気になるし。普通の言葉が星になるからね。ね、ほんまに普通の言葉でも星になるよね。びっくりする、ほんまに。いつもでも冷房が効きすぎた部屋から外に出たいってなった時は、外はめっちゃ暖かく感じて嬉しいです。連想ゲームになっちゃう。それな、もう予想するしかなくなってくるから。おはよう、おはようございます。全然普通のことやのに、星のせいでやばいこと言ってるみたいになるの辛い。わかる。確かにな、普通のこと言ってるのに伏せ字にされんのな、嫌やな。僕も眠いからコーヒーでカフェイン入れてるの。あ、私も後でちょっとコーヒーを入れたいと思います。これを指示設定するって大丈夫ですかってなる。それな、ほんまにそれな、大丈夫やってみたいになりますよね、やっぱり。まあでも星は星で星やから星やね。おお、暗号みたいになってる。まあでも多分それはちゃんと星って言ったんやろな。だってめっちゃ冷たくなりません？腕とかバレて死ぬ。わかりますよ、それぐらい、それぐらいわかります。また6時40分なんやばない？私が毎日朝ごはんを食べてるぐらい。いや、おちゃんがいちゃんかわいいよ、過去的、ありがとう。瀬戸の誠司さん、なんやこれは、風呂敷、ありがとうございます。チーラララとか、なんであかんのかわからん。おお、わからへん。もうガガとかかな。夏って逆にお店に入ると寒すぎたりして困ることない？そうなんですよ。でも羽織物を持ってっても、外にいるときに荷物になるし邪魔じゃないですか。そう、だから温度調節がむずいですよね、夏。冬は正味あんまり、そんな、うわ、暑ってなることあんまりないじゃないですか。暑いな、うん、まあいける。でもちょっと暑いな、上着脱ごうぐらいならいけますよね。なんとか星投げ終わった。寝そう、皆さん寝そうですね。私も寝そうです。私も寝そう、ほんまに。膝に頭置いたら今寝れそうやったよ。あぶねー。ガガガ、え、ガガガって無理なんや。AG が無理なんやね。じゃあ
へえ、そんなことあるんや。難しいね。ね。やっぱり難しいですね。ちょっとマジでコーヒー飲みたい。カフェイン求む。今日はめっちゃ快晴ですね、外。雲一つない。やば、めっちゃ荒れてる。ほんまにめっちゃ荒れてる。すごい。大丈夫か？耐えて耐えて。大丈夫大丈夫大丈夫。でもカフェインがほんまに欲しい今。コーヒー欲しい。ゆうちゃんラジオ体操してみたら。よしみラジオ体操してんの？混ぜて。起こして私を。のんちゃんミラボラありがとう。レオン眠そう。バレましたか？てかなんかめっちゃさ、ポンポンしたいの方とかにさ、めっちゃレオンって呼ばれる。全然いいけど、めっちゃレオンって呼ばれることが多くなりました。もうずっとハガレーだけやったけど。暑そうやね。ね、暑そう。いやいや外出たくないな。セミがめっちゃ鳴いてるし、どっから現れたんやセミは。毎年思うんですよね、セミとかってほんまにどこに隠れてたのみたいな。一瞬で出てきて一瞬でパカってなるじゃないですか。コーヒーとかいくら飲んでもワイは眠たさられない。私にもね取れるかわかんないですけど、とりあえず飲みたいなみたいな。目開きながら寝たんかと思ったら外見てただけやった。そう、外見た。マジで快晴すぎ。授業中寝てしまわないようにね。うん、まあ約束はできないんですけど頑張ります。今からみんなでラジオ体操するか。するか。みんなラジオ体操第一、まずは手を広げて深呼吸から 1,2,3,5,6。でも結構あれですよね、ラジオ体操ってね、なんか長いですよね。おはよう。おはようございます。よしみんなラジオ体操第二してたな。え、第二？第二って何ですか？何がある？第二なんかちゃうっけ。おしめの呼び方でメンバー呼んじゃうの。ある、わかる、あるある。コーヒーはブラックいけるんやっけ。飲んだことないんですよね、ブラックは。おはよう。おはようございます。朝からかわいい、ありがとう。全然だよ。全然だよ。全然壊れたわけじゃないので安心してください。レイポンも眠そうやけど頑張ってるよ。レイポンも眠そう。レイポン今やってる？6時半からか。レイポン、レイポン頑張ろうね。おはれよ、おはれよ。お疲れ様です、お疲れ様です。今日はちゃんと授業あるねんや。全然ずっとありますよ。全然あります。外出たくないの分かる。そうそう、もう切々するな。外出たくないよね。セミは土の中から出てくる。え、それは分かった。じゃあそれはマジレスって言うんですよね。それじゃなくて、そういうことじゃなくて、すぐパッて出てきてすぐパッていくじゃないですか。それが不思議だねって話です。約束しなさい。なんなんやなんやっけ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 、やばい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 、忘れた話。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。 T シャツかわいいね。 T シャツはこれはあいかさんの生誕ティーなんですけど、この生誕ティーはあいかさんにもらいました。あいかさんプレゼントの生誕ティーです。レオちゃん目が大きいから寝てても目が開いてそうだね。開いてるかも。怖すぎるけどね。おはよう、おはよう。初見です、ありがとうございます。第二にはゴリラマッチョがあります。ゴリマッチョがあります。え、ほんまに？ほんまにやってる？それほんまに？
レオン、おはようグルト、おはようグルト。デグマッチョのある方が第二。え、マジであるんですか、ほんまに。暑すぎるけど洗濯物めっちゃ早く乾くだから、確かに確かに確かに。おはよう、レオちゃんみたいから出勤準備が進まん。そのままでもう出勤しないでいいですよ。眠くてテンション高いのもある。マジで眠い、やばいよ。建設現場とかラジオ体制がもう時計によっていろんな種類ある。そうなんですか。まぶたにマジックで目を描いたらやばくない、これで目描くん絶対バレるって。おはよう、おはよう、テンション高い。そう、マジでテンション高い。すいません、ほんまにほんまにすいません。うるさいよねとか思っちゃう。不思議だね、ね、不思議だね。前店内に自分で星打って送ったら小さいから、星が小さいから自分で打ったりしちゃってもらえた。おもろ、頑張ってください、ありがとうございます。授業中寝ないこと。まあまあまあ、あー約束の件ですか。まあまあまあ、努力はしますよ。明日楽しみです。私も楽しみです。セミは吐かないんよ。確かに超吐かないね。じゃあもう青春映画のヒロインブラヒロインレベルで吐かないね。あの病気になっちゃって大体余命何ヶ月とか言ってるヒロインぐらい吐かないね。セミ生誕ティーか、そう生誕ティーです。ひっくり返ってるやつが急に泣きながら動くのびっくりする。わかるわ。いや動くんやったらもっと最初から動いてるみたいな。なちょっと近づいたりとか、ちょっとちょっとチュンってしたらすぐピューってどっか行くもんね。西山昨日もれいこちゃんの配信で男女上がってた。知ってますよ、隣にいました。なんでそんなに可愛いの。ありがとう、朝からめちゃくちゃ可愛いやないかい。ありがとうみんな、そんなそんなそんな。みーたん、サティワンのアイスありがとう。コーヒーは時々クリープ入れる。クリープとはハッシュタグクリープとは、クリープハッシュタグとは。天のギフトで袋増える配信いつかな。そんな配信楽しいですか皆さん。今日中にうちは完成させねば。ありがとうございます。セミマジ何年も土の中いて1週間ほどで人生終わるの。人生すぎる、それな。マジで吐かない。明日仕事終わりに DMM 見るね。ありがとう。ぜひまた感想も皆さん教えてください。うまくできるかは分かんないけど頑張ります。おはよう、おはよう。朝聴きたくなる曲教えてください。朝聴きたくなる曲はラジオ体操第一です。朝のりょうちゃんバリアもらい。嘘やん、イエーイ。おはよう、おはようございます。レオン視力違法、全然悪いです。ギフトの金額で大きく袋の大きさも変えてくれたら神足。じゃあタワーぐらい、タワーぐらいが来たらこんな感じね。めっちゃおもろいね。聴きたくなる曲ラジオ体操をしてやる。え、バレた。バレた、バレたか、ショック。朝聴きたくなる曲、朝、朝に、朝は別に曲聴きたくならない。準備に追われて、あ、あれじゃないですか、あのモーツァルトとか鳴らしたらいいと思います。うん、モーツァルト、ベートーベンとかどうですか。ラジオ体操大好き、聞きながら家出ます。あ、ありがとうございます。あの、じゃあラジオ体操しながら歩いてください。ラジオ体操第一は曲なの。曲ですよ、第二やろ、第二やっけ。おはよう、ラジオ体操第一会社でみんなで毎日聞いてるような、え、超健康的な会社ですね。西馬が玲子先輩に西馬ングースって呼ばれとった。あ、知ってます。アラームで曲を設定したりはしてない。してる時もあるけど、してない時もあります。アラームで、ちょちょちょ、さすがお嬢様やな。
それでさすが、まあモーツァルトとかベートーベンとかはまあ全然、私の趣味はまあまあまあバッハ聴くことですかね。朝弱すぎて目が赤、わかる、それな。ラジオ体操しながら歩くの危ない人や。え、でも健康的でいいなと思います。ラジオ体操しながら歩いてる人いったら通報する。え、健康的じゃないですか。ラジオ体操しながら歩いてください。あ、私ですか。私は歩かないです。嫌です、そんなの。まあでもしたい、どうしてもしたいっていう方がさ聞いたので、そう言ってみた。適当に喋りすぎて死ぬ、バレた。欲しい中途管理ありがとうございます。ほぼ毎日の状態されてる、すごいプロですね。じゃあさすが。毎朝イヤホンでラジオ体操聞きながら通勤通学してる人は尊敬する。それな、さすがっすって感じ。今よしみんなラジオ体操してた、ね、らしいね。ちょ、見たい見たいよ。間違えてラジオ体操やった。おはよう、おはようございます。ご機嫌いかが、ご機嫌は、あ、ご機嫌いかが、ご機嫌よ。I'm fine. I and I'm sleepy. レオちゃんはお嬢様やもんね。そう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 。まあ毎日ティーカップでお茶とか飲んじゃったりしてますよ。これが朝やね。そうそう。え、ヨシミンが今やってるの雨乞いの儀式じゃなくてラジオ体操だったの？え、おもろいやん。雨乞いの儀式をさ、ショールームでやってるのやばない？あ、あさみちゃん、くまありがとうございます。ありがとう。切れ抜き動画から見たけど何がやばいという話は本当？どうなんでしょうか。それは本人に聞くことではないと思います。朝ごはん食べた？食べた。でもそんなパンケーキとかそういうそんなおしゃんティーなものは食べてない。玄米食べた。おはよう、おはよう。第1から第2ってフルでラジオ体操してるよしみ。わあ、すばら。ティーカップでお茶とか飲んでますよ。でコップで水飲み出したらおもろすぎるやろ。お、よく気づいてくれました。ボケました、今。それともお水？あ、全然お水ですよ。お酒は朝っぱらから飲むバカはいないです。こんなだって JK ですよ。まだ JK なのに法律違反はダメです、バカです。みーたん、あ、みーたん、水、青とピンク、私のペンライトからありがとう。玄米いいやん、やろ。玄米とかマジ健康的。パンケーキ食べたい。パンケーキね、オシャンティーすぎ。ティーカップだったのか、それあれ、目がおかしくなった、ワイネボケてるのか。え、ティーカップですよ、大丈夫ですか。ティーカップです。はい、レオがボケたよ。レオちゃんがボケました、素晴らしい。あ、そっか、 JK じゃなくても法律違反はダメです。それな、ダメです。あ、キライちゃん、ペンライトありがとう。久しぶり。朝からパンケーキはきつい。あ、確かにね。レオちゃんの執事になりたい人生でした。私の執事になったらマジでずっとほんまに仕事ですよ、朝から晩までみたいな。いいですか、大丈夫ですか。朝から面白すぎる、ま？ま？NAB の締めを探すためいろいろ見とるけど参考過程自己紹介してください。高校3年生18歳大阪府出身坂本龍です。お嬢様です、よろしくお願いします。レイオの配信見るためにいつもより1時間早く起きてるから1時間早く寝てるので健康です。
素晴らしい。電車の中で体操した。え、ホッサー起きてるやん、電車の中で体操。やば、してみてください。ぜひ。何さし行き。おはれよ、おはれよ。人使いの荒いご主人様。そう、人使い荒いです。お嬢様です、お嬢様ですとか言い出したかもしれない。やばい。いや、お嬢様ですよ。劇場公演でやってるやつも一応できる。あ、劇場公演でやってるやつは私明日が初日なんですよ、劇場公演の。なのでちょっと明日までに撮っておきたいので、それはダメです。なのでぜひ明日の DMM をご覧ください。ハラカラさん、お嬢様キャラでいくのね。うん、うん、朝相当おもろい。嘘やん、ほんまに。レオちゃんのためなら朝から晩まで仕事頑張ります。素晴らしい、レイオンズとして完璧。お嬢様ですわよ、お嬢様ですわよ。お嬢様です、自分で。お嬢様キャッチフレーズ NG アイドルなの。そうそう、キャッチフレーズ NG なんですよ私。絶対に普段の私生活でキャッチフレーズはやらないって決めてるんです。おはよう、おはようございます。じゃあちょっとそろそろランキングをスクショして、よし、じゃあゴミに〇〇ですわってつけない、あ〇〇ですわってつけないお嬢様系です。うん、とりあえず一旦掘りまた来ますお願い、キヒトさん。その呼び方はやめてほしいな。お嬢様ですって自分で言う人初めて見た。お嬢様ですよ。明日私お嬢様ですって自己紹介お願いします。さすがに初日にそんなぶっ込みません。いつもだったら見れない時間なのに今日はゆっくり聞きながら見れてよかった、よかった。お嬢様お時間でございます、ありがとうございます。では次は7時10分からです、10分後です、よろしくお願いします。もう割り勘目が覚めてよかった、よかった。また10分後も皆さん来れたら来てください。お嬢様お時間でございます、ありがとうございます。はい、では10分後にまた、バイバーイ。